おはようございます。朝なんですけども、昨日はですね屋台2軒はしごして、でホテル帰ってホテルのバーで飲んで、でプール行って、でそのままね疲れて寝ちゃったんですけど、今日はねちょっと朝早く起きたんで、この福岡の博多の駅周辺で朝食食べれるとこね探してね行ってみたいと思います。はい、これねホテルの朝食はこんな感じで、洋食の2900円とか、あとね和食もね選べるみたいですね。こちら和食こんな感じです。都ホテルの目の前が博多駅、その地下にある駅中の食堂街を物色していく。マニング横丁、地下の食堂街を発見。こちらに多数ある店舗の中から朝食をやってる店舗が何軒かあったので、そちらの方で朝食を食べていきたいと思います。最後にたどり着いた博多屋台ラーメン一行者、こちらの方でラーメンを食べていく。今回は期間限定あっさりラーメンセット、中は豚そば、それと博多ラーメンを注文します。あっさりラーメンセットの豚そばには卵かけご飯セットがついてきて、海苔と柚子がついてます。朝食行ってきました。ホテルから目の前のね博多駅のところに博多シティっていう駅ビルがあるんですけど、そこのね1階とか地下にいっぱいね食堂とかがあって、まあその中で博多一行者っていうね豚骨ラーメン行ったんですけど、豚そばっていうのが卵かけご飯とセットで570円で朝食タイム限定のがあったんで注文したんですけど、スープがね結構あっさりしてて、卵かけご飯に合うような感じで、ね、あっさり食べれるような感じの、どっちかというとラーメンというよりかはなんかお蕎麦っぽい感じの、はい、ラーメンでした。それと豚骨食べたんですけど、豚骨もね非常にあっさりしていて美味しくて、まあ、食べやすかったんで、朝ごはんねちょっと迷ったらあそこの博多シティの中行けば結構ねやってるとこいっぱいあるんで行ってみていただければなと思います。